すいません。3番卓お願いします。塩ですか？塩。塩ですか？あー、ちょっとわからないですね。ここのはずだった。あれ？夢か。スタンバイ間に合った。お、ちょっとごめんよ、まだちょっとハラペーニョとベーコン借りていくぞ。あ、はい、どうぞ。でも自分もちょっとギリギリなんで、控えめでお願いします。うわー、あの先輩に食材貸すとガッツリ持ってかれるんだよな。おい、山田、ネギのみじん切りもちょっと借りてっていいか。あ、いいっすけど、自分ちょっと朝早く来てやったんで、ちょっと控えめでお願いします。すいません。悪い悪い。の仕込み間に合わない。やばいな、これも量ギリギリだな。まあでも予約も入ってないから大丈夫か。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この料理人あるあるシリーズ、僕の実体験を踏まえて作成しております。皆さんももしご自身の実体験でこんな料理人あるあるあるよっていう方いらっしゃいましたら、コメント欄の方にぜひコメントください。そのシチュエーションを再現して動画にしていきたいと思います。それとチャンネル登録とこの動画の高評価お忘れなくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。